峠の釜飯峠の釜飯は群馬県安中市にある荻野屋が製造・販売する駅弁である。益子焼きの土まに入れられているという点が特徴の駅弁で日本随一の人気駅弁と評されたこともある。峠の釜飯直径 140mm、高さ 85mm、重量 725g の益子焼きの釜に入った薄い醤油味の出汁による炊き込みご飯である。 栃木県羽賀郡益子町の釜本塚本で製造されており、釜の上半分の上薬が塗ってある茶色の部分に、横川駅、小木野屋という文字が刻まれている。釜の上には厚さ5ト、mm、ルほどの素焼きの蓋がついており、さらにその上に包装紙がかぶせられ、紐で割り箸とともにくくりつけてある。この釜を持ち帰れば、家庭でも実際に1号のご飯を炊くことができ。 おぎの屋の公式サイトでも炊き方が紹介されている。食べ終わった容器は不要な場合はおぎの屋の各店舗に持ち込めば回収してくれる。一部店舗では空容器の回収ボックスもある。鶏肉、笹垣ごぼう、椎茸、タケノコ、うずらの卵、グリーンピース、紅生姜、栗、あんず。おぎの屋は1885年横川駅の開業時に創業した。 初期の駅弁はおにぎり2個にたくあんつけを添えたもので、一み5000であった。戦後、旅行者数も増えていったが、この頃の駅弁はどこも似たような内容であったため、飽きられていた。お木のやも、例外ではなく、全列車が横川軽井沢間の薄い峠通過に再始補助、機関車の連結が必要なために長時間停車する、駅という立地にもかかわらず、業績が低迷していた。そこで、 当時の四代目社長であった高見沢峰次は停車中の列車に乗り込み旅行者に駅弁に対する意見を聞いて回った。意見の大半は温かく家庭的で楽しい弁当というものであった。高見沢と当時社員で後に副社長となる田中智美はその意見をどのようにして駅弁に反映するかを考え弁当と一緒に販売する緑茶の土瓶に着目した。 当時の駅で販売されていた緑茶の土瓶は陶器製であったが陶器は保温性にも優れていた上に匂いも移らないため温かい楽しいという要望をクリアできるさらに中仙道を越える先森が土器で飯を炊いたという内容の和歌にヒントを得て早速益子焼きの職人に相談し一人用の釜を作成することにしたこうして当時の 駅弁イコール折り詰めという常識を破り、1958年2月1日から販売が開始されたのが峠の釜飯である。当時としては画期的だった温かい駅弁であったことや、文芸春秋のコラムに取り上げられたことから徐々に人気商品となり、その後の流星へと繋がるきっかけとなった。1967年にはフジテレビジョン系テレビドラマ 釜飯夫婦のモデルにもなった。この時期前後からモータリゼーションの進展を受けて各地の駅弁業者はノキのミック線を強いられるようになる。しかし同社では1962年にこれを逆手にとって国道18号沿いに峠の釜飯おぎのやドライブイン横川店を開業。釜飯などの商品を休憩車に販売することで鉄道への依存を減らしており、 現在の同社の販売戦略の基礎となった。1987年時点での1日平均の販売実績は1万個で、多い時には2万5000個の売り上げがあったという。このうち、駅弁としての販売比率は40%ほどで、あった。もちろん列車での売り上げも多く、3分停車で、ホームにあった410個が全て売れたこともあったという。 北陸新幹線の開業に伴い、1997年9月30日限りで、新越本線、横川軽井沢間が廃止されたことにより、横川駅での販売量は王子に比べて低い割合に転移することになった。その一方で、代わって、新幹線車内での販売を開始するなど手こ入れが、図られた。発売60周年を記念し、 浮世絵風掛け紙を2018年2月に導入した。また、カモ肉やタを使うなどした、豪華版を、荻野や直営ドライブイン限定で2019年1月末まで販売した。2020年時点の購入可能店横川サービスエリア店また百貨店や、スーパーマーケットが開催する駅弁フェア、2007年に横川軽井沢館廃止10周年として、 鉄道模型メーカーの石水金属から N ゲージで峠の釜飯の駅構内販売用ワゴンと販売員を模した人形が発売された。ありがとうございます。